ソックスのスカウト、オリックス対ソフトバンク戦を視察わらわら。一体誰を見に来たんや。そらもう有原さんよ。メジャー再挑戦あるか。エース有原の8回1失点見れてよかったね。本命は山本由伸やろ。まあ山本やろな、吉田とメジャーでもチームメイトや。ちょうど打たれた試合という。タイミング悪いな。6回4失点と8回1失点の投手か。吉田正尚が山本連れてこい言ったんじゃね。速報、甲斐拓也、レッドソックス入団へ。甲斐戦が打つ自信はある。大穴甲斐あるか？ないな。だからもうイネロ使わなかったんか。ジャリエルみたいに謎の代理人が寄ってくるからね。見せるな見せるな。山本由伸も本格的に来年メジャーやもんな。どこのチーム行くんかねー。今年も沢村賞取ったらとんでもない額まで上がりそう。レッドソックスさん、オリックスに味しめててくさ。